はい、はい、皆さんこんにちは。 LP 法上旋回の八代です。今日もちょっと風が強くてですね、雑音が多いかもしれませんが、空き家のご紹介をしていきたいと思いますので、ご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、で今日ご案内しますお家ですが、まずもってこれ侵入路がこれ1本と、そして、こちらからも入ってこれるんですけど、軽自動車が精一杯ということになります。なので大きな車乗ってる方はちょっとどうかなというところはあるんですが、そして、お家に入っていくんですけど、ここに空き地が1個あるんですが、これは今回の空き家の所有物ではありませんので、それを挟んで僕のお家ということになります。はい、で今日ご紹介するのは平屋の建物で、土地が72坪、建坪が 17.2、 こじんまりとしたお家ですね。で、なんと水道もないということで全部井戸水です。なかなか条件的には難しいお家なのかなと思いますが、お持ち主の販売の希望価格680万円、交渉ありということになっておりますので、ご覧いただいた方が交渉していただくということにはなります。はい、じゃあ早速中の方へ行ってみたいと思います。はい、じゃあこちらへ入ってます。ここがお家までの侵入する道になります。でここに見えてる空き地なんですけど、これはお持ち主の方の物件ではないんですね。なのでこれは、今借りれないかどうか交渉中なんですね。で駐車場のスペースが建物の敷地にないので、これを借りないと駐車もできないということになります。なので今ちょっと交渉中ということです。はい、じゃあちょっと行ってみたいと思います。でこの空き地が結構広いんですよね。はい、で今これ借りれれば駐車場とか、まあ、場合によってはなんかちっちゃいちょっと畑やったりとかって可能性はなくはないかなと思います。でここの敷地立地なんですけど、館山市のここは沼というところになりまして、館山の住宅街になるんですけど、歩いて、ちょっと行く10分15分ぐらい行くと港になります。なので比較的海にも近くはなります。少しねヘリコプターの音も今日は聞こえているかなと思いますけど、自衛隊も比較的近い場所になります。地図ここにちょっと貼っておきますのでご覧になってみてください。はい、じゃあお家入っていきたいと思います。なんかねこっち見るなんか牧場チックな感じになってるんですけど、ここ時々お馬さんが歩いてます。はい、はい、こちらが玄関です。なんかドアがちょっと味がある感じで、この辺もお持ち主の方がなんかいろいろ造作をされていて、なんかちょっと面白いお家だなと思います。でちょっとお家入る前にお庭にも行ってみましょうか。なんかねこんなドアもついていたりとかするんですけど、もともとは結構凝って作ったお庭なのかなと。そんなに広くはないんですけど、中庭みたいな感じでこう少しありまして、整備すれば結構素敵になるかもなと思います。はい、じゃあ中行ってみましょう。玄関はいわゆる普通の玄関ですね。はい、で建物自体一部少しこう傷んでるところが見えますけど、全体的にはさほどひどい痛みはない気がします。はい、ただ立地上少し傾斜地、ひどい傾斜地はないんですけど、やや緩い傾斜地になっているので、もしかすると少し中庭の方とかに湿気が強いのかもなとは感じます。はい、じゃあ一部屋目見てみましょう。これ畳じゃなくなっているのでよくわかんないんですけど、6畳間ぐらいなのかな。ちょっと変形でここがポコッとへこんでたりとかします。で、ここ開けるとお庭につながっています。
はい、木のサッシですね。これ今なかなか見ないんですけど、あのねじ込み式のあの鍵、これね意外にいいんですよ。あのしっかりと閉まりますし、バタバタ言わなくなる。なので意外にねこれいいんですよ。うん、ちょっとめんどくさいですけどね。はい、で、ここに棚が、ちっちゃいのがあります。はい。この木の差し入れの素敵だな。はい。で、押し入れもありますと。で、押し入れ、はい。はい。押し入れもね、なんか、あんまりカビ臭い匂いもしないし、意外にいいかも。うん、ちょっと、ホコリが多かったりして、あんまり今、綺麗じゃないですけど、これ意外に湿気てないですね。カビもないです。うん、いい感じ。はい、じゃあ次の部屋行きます。で、こちらは畳のお部屋になってますね。はい、ここも6畳間が2つお部屋がつながっていて、ここに床の間があります。はい、で、経年劣化で壁とかがちょっとこう壊れてきてるというかこぼれてきちゃってますけど、まあでもそんなになんかひどく傷んでる感じはないですね。なんかこうちょっとこじまりとした床の間で素敵です。はい、で、ここに天袋がありまして、押し入れがあって、うん、ここもね全然大丈夫そうですね。カビ臭くないし、立て付けも悪くないですね。はい、建物も大丈夫そうですよ。うん、で、この隣のお部屋、ここは仏間だったんですね。仏様があったりとかします。で、ここに作り付けのクローゼットがあったりします。はいはい。で、ここに窓が一つあって、あ、ここもねネジの鍵ついてます。はい、閉めてみましょうね。はい、全体的になんか木のこういうサッシが多かったりして、ちょっとなんか意外に素敵かもしれないですね。なんか期待してたより、なんかなんつって持ち主の方に申し訳ないんですけど、期待してたよりもなんかちょっと可愛い感じのお家に感じます。で、ここから先がちょっと変わってまして、増築した部分らしいです。で、ここを開けると、多分だから元々ここがお庭とつながっている外用のサッシだったんだと思うんですけど、ここから段も上がって、さっきここに頭僕ぶっけました。はい、ぐらいです。僕身長174センチなんですけど、こんな感じです。はい、で、またさらに1段上がって、ここに何部屋っていうんだろうな、応接間っぽい感じ、レトロな感じのソファーが残ってますが、これいらなければ片付けちゃいます。なんかでも意外にこれ素敵なソファーだなって僕は個人的には思います。はい、レトロな感じで素敵ですね。はい、で、ここおトイレがあるんですけど、なんか見る人が見たら懐かしいなっていう感じの和式のおトイレがあります。はい、ただこれは基本的に使ってなかったんじゃないのかな。なんかあんまり、ちょっと取れます？はい、こんな感じの昔ながらのおトイレがあります。はい、で、押し入れもここにあったり、天袋があったりするので、まあ、収納は十分かなと。で、ここの窓は、ここはもうアルミのサッシなんですけど、あれ、こっち開けると、まあ、中庭につながっていますという感じです。はい。じゃあ、お風呂とトイレ見に行きましょう。ここもね、なんか、ここは何のスペースなんでしょうね。なんだろう。まあ、つなぎの、まあ、廊下兼小部屋なのかな。で、ここからも中庭に出れますと。はい。なんか、もしかしたら中庭とセットで、このお家をデザインすると面白いのかもしれないですね。頭気をつけてください。はい。ちょっと中庭につけて。で、水回りじゃあちょっとご説明していきます。ここがおトイレです。おトイレはいわゆるボットン便所なんですけど、ボットン便所の上に水洗の簡易水洗ですね、簡易水洗の便器が乗っていて、
あの水を流すと少量の水がジャボ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 っと出て、あのボットン便所の便槽、あのまあ物が溜まっていく、あのタンクにこう落ちていくという感じになります。なのでまああのこれ慣れないとですね、ざんざんこう水流しながら洗っていると便槽があっという間にいっぱいになっちゃって、しょっちゅう汲み取りをしてもらわなきゃいけないっていうことが起きますので、まあ使い方がちょっと注意が必要ですと。でこれ使えるかどうかわかんないんですけど、ウォシュレットも一応ついてるんですよね。うん、見た目はなんか水洗トイレに見えるんですけど、実は水洗ではないですよ。で、こっちがお風呂です。お風呂。お、ぶつかった。こちらがお風呂です。お風呂は追い焚き機能がついているんですが、ボイラーは、使えないと思いますので、ボイラーは、直さなくちゃいけません。はい。はい。あんまり広いお風呂ではないですけどね。で、その奥に小さなキッチンがあります。なんかね、すごい昭和チックなキッチン、お台所って言った方がなんかこう近いかなと思います。で、これどうなんだろうな、ここにガス台を置く台があって、これなんか微妙、異様に綺麗だな、すごい綺麗、あ、どうし置いたのかな、うん、流しもなんか綺麗なんですよね。うん、あ、この中ね、ステンレスが貼ってある。はい。なので、これ、結構清潔です。はい。で、お水が全部井戸水なので、まあ、枯れることはないらしいんですけど、まあ、水道水じゃないということで、ご認識いただいて、まあ、メリットとしては、水道代がかかりませんということになります。でデメリットとすると、まあ、地下水なんで、まあ、時々検査をしていないとそのままのお水を飲んでいいかどうかっていうのはちょっと不安な時はあるかなと思います。まあ、原則そんなになんか悪いものが混じっている井戸水があるっていうのはあんまり立山で聞いたことないんですけど、一つですね、立山の水、南房総の全体の水ってちょっとその成分が硬い水らしいんですね。で、給湯器とかにそのままつないでいると給湯器が割と傷みやすいっていう話もちょっとあります。なのでまあその辺はデメリットになるのかなと思います。はい、はい、今日はちょっと変わったお家空き家をご紹介させていただきました。土地が72坪、意外にあるんですね。72坪ありまして、建物が 17.2 坪。そんなに大きな建物じゃないんですけど、一応5系ってことになってます。5部屋。はい。で、車は、軽自動車がギリギリなんですけど、今駐車場のスペースは交渉中ということになっています。はい。で、トイレは原則汲み取り。で、なんと水道が来ていないので、全部井戸水ですと。ということです。で、今、その、土地はですね、駐車場に使えそうな土地は今交渉中なんですが、まあ、借りれなくはないんじゃないかなという気はしています。年間の予算で言うと、まあ、駐車場借りるぐらいの金額で収まるんじゃないのかなというふうには思います。まあ、大体、立山の駐車場って3000円から高くて5000円ぐらいの感じです。で、販売の希望価格が680万円ってことになってるんですけど、まあ、高いのか安いのかって言われるとちょっと僕には判断つかないんですが、まあ皆さんご覧いただいてから交渉していただくということになると思います。もうちょっと安くしてもらえたらいいのかなという気はしますね。まあただ坪単価で言うと、まあそんなにひどく高くはないかなという気はします。ただね、再建築ができないんです。なので、そこをさっぴいちゃうと結構、もう少し値下げしてもらわないとなという気はします。なので、これを更地にして建て替えるってことはできないですよ。大規模改装は、まあ、可能ですっていうような物件になります。
はい。ぜひ、ご覧いただいて、ご検討ください。中庭とかもね、整備すると、なかなか素敵な物件になるんじゃないのかなって、個人的には、中庭と、このお家が、その中庭をこう、ぐるっと囲むように、お部屋が配置されているんで、セットで、なんか、楽しいデザインをすると、面白いかもな、という気はします。はい。おまけに、目の前に、お馬さんが歩く牧場もあったりします。はい、ぜひご覧ください、今日もご視聴ありがとうございました。また次回物件が出てきましたらご紹介させていただこうかなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。